ビトンのホヤ。皆さんこんにちは、トミックでーす。噂ではあるんだけども、宮城の人っていうのはホヤをさばくのがすごいうまいらしい。ちょっと前に聞いた話だと、女子高生もホヤをさばけると、コメントでもちょこちょこ書かれてたわけですよ。おいトミック、お前女子高生なんぞに遅れを取ってもいいのかと。別にいいよ。まあしょうがない、向こうはもうあのやっぱ本場のそういうやつだからさ、俺なんかただこうパッパラパーってやってるだけだから、そんなもんね、あの譲りますよ。宮城の女子高生より下ですよ、そう考えたら。ということで今回も買ってきました、海のパイナポール、ホヤ。今回はホヤということで、別名海のパイナポールと言われているホヤでございます。ホヤっていうのは結構さばき方がめんどくさいっていうもので、ロゼどう、ロゼ、ロゼちょっとあっち行ってて。はい、ホヤをさばくときって結構その何も知らずに切れ目を入れちゃうと、この中の汁がブシャーって出てくるわけですよ。まあ基本的にそれを避けるために、うひょう、なんか出てきて、すでに出てきた。マイナスとプラスっていう風にホヤにも穴があるんだけども、順番に切っていったりと、意外と知らないと事故る海のパイナポーでございます。俺は考えた、じゃあどうしたらその知らない人でもこう綺麗にさばけるかなと思って、まあ、ホヤの研究を重ねて約3時間俺が思いついた答え、そう、それはホヤを凍らせたら吹き出ないんじゃないかと思いまして、今回はホヤを凍らせて、その凍らせたホヤの皮だけ切ってパッカンしちゃえば、汁が吹き出ることなく中の身が綺麗に取れるということで、まずは凍らす作業に入りたいと思います。ホヤが2個あるんで、2個冷凍庫に入れていきたいと思います。ちょっと見ていきましょう、凍ったホヤをね。すげー、もうカチコチにホヤが凍ってるよ。こんな凍ったホヤは初めてや。このホヤを切っていきたいと思います。本来だったらこういう風に切ったら、縦に切ったらもちろんもう汁がブシャブシャ出るわけなんですが、これはもう凍ってるわけなんでね、汁は出ないんですよ。ほうほうほう、お？シャーベットみたいな感じなのかな？全然。これは全然いけるぞ。赤。ほほほほ。なんかフルーツみたい。ドラゴンフルーツ。ほ。綺麗、スムーズに取れるなこれ。よいしょ。ちょっと崩れちゃうな。コツをつかめば結構スルスル剥けるとは思う。ほらこういう感じね。もう一個の方のホヤも切ってみます。あの根の部分からもうザクンっていっちゃっていいと思う。普通だったらね、ここに切れ目を入れた時点で汁が出てくるんだけど、もう凍ってるからね、ガンガン切れるわけですよ。どう、これはすごい、本当に海のパイナポーだよ。冷凍パイならぬ冷凍ホヤ。いやーこれはうまそうなのかそうでもないのかよくわかんないけども、なんかホヤなので、ポン酢をかけますね。ポン酢かけた方が絶対事故らない。これはこのポン酢をかけたこの感じ、普通のホヤではありえない形状の、まるで果物。うわー、いただきます。冷蔵庫に入れて解凍して食べます。冷凍して剥いて解凍して食べよう。